し、故障して錆びついてる時計が鳴るはずがない。あんたたちは耳まで狂ってる。僕は絶対出ていく。悪いことが起きなきゃいいけど。ひょっとして今年は五代君が合格するかもしれませんね。それがなんで悪いことなんだよ。総一郎、こちら一国館ですね。私今日からこのアパートの管理人になりました、音無京子と申します。僕五代優作です。どうして自己紹介すんの。したっていいじゃない。必要ないだろう。浪人さんはたった今ここを出ていくとおっしゃる。誰が出てくって言いました。ここの人たちはみんな冗談が好きなんですよ。伺ってます。それから大家さんからの伝言なんですが、皆さん部屋代を随分貯めていらっしゃるそうですね。とりあえず2ヶ月分ずつでも納めていただくようにとのことです。管理人室どこでしょう。玄関入って左。僕案内します。どうぞ。何するんですか。やっぱり悪いことが起こりましたね。そうかな。どう、いい考え出た。今考えているところです。 I am just thinking。 いきなり2ヶ月分払えなんてさ、あの管理人さん可愛い顔してやることがアコギなんだから。ひらめいた。何何よ。明日新しい管理人さんのために歓迎会を開きます。大賛成です。当然酒を飲みます。飲もう飲もう。私が見たところ、あの管理人さんは酒が弱い。少なくとも私より弱い。あんたたちより強い人なんてめったにいないよ。マスター黙って、秘密会議なんだから。はいはい。弱いところへ無理やり飲ましちゃう。そして急性アルコール中毒で倒れます。倒れるかね。倒れます。焼酎とウイスキーと日本酒のちゃんぽんです。きくー、そりゃ倒れるわ私でも。倒れて抵抗できなくなったところを犯してしまいます。お犯す。声が高い。そうなってしまえば管理人さんも女です。家賃の取り立てどころでなくなるのは確かです。なるほど。だけど誰が犯すのよ。それはいや、ダメです。経験不足です。ないんですから。仕方がない。ご要望に応えて私がやりましょう。よし、やれ。では成功を祈って。乾杯。乾杯。五代くんは乾杯。楽しそうだな。私も一国家に住んじゃうかな。ダメ、あんたと同じ屋根の下で暮らすなんて真っ平よ。もしもし管理人さん、世界で一国間おんぼろのとこはない。どうして金取るか。月の砂漠に日が落ちて一国間に日が昇る。尻滅裂な歌ですね。さあもっと飲みなよ。さあ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 、やつにやちん。グッと開けて、お強い。はあ、久しぶりだから美味しい。急性アルコール中毒はどうしたんだよ。想像以上にお強い。さあもう一杯。はい。ワンサポンナタイム、エイブラハム・リンカーンをサポーイ。そんな飲んで大丈夫ですか。はい、浪人さんこそご迷惑じゃありません。明日試験なんでしょう。はい。いいんだよ、
どうせ受けたって無駄なんだから。あ、そうなんですか。そうなんです。そうじゃない、希望はあるんです。わずかでも。わずかなんですか。毎日こんなバカ騒ぎばっかやられたら勉強になりません。頭が悪いんじゃない、環境が悪いんです。その通り。そうかな。リンカーンはかつて少年だった。ごめんなさい。じゃあ私もこれで。まあいいじゃないですか、あと一杯だけ。そうですか。停電ですね。でも外明かりついてる。時々あるんだよ。何しろおんぼろだからね。キャッ、何すんの。いて、何なんですか。だってあんなことするんですもの。あんなことって。私の胸触ったの。私偽おっぱいかと思ったらつい手が伸びちゃった。偽なの。本物。皆さん変わってるんですね。五代君、弱い者いじめはやめましょうね。五代さん、四谷さんが痛がってるじゃないですか。痛いのは僕です。どうしたの。すいません。ちょっと、くるくる。なんじゃあれ。怪しい。ひょっとしたら。ひょっとしますね。ひょっとしてる。五代君、いつまで私の上に乗ってるんですか。座りか。ひょっとしすぎてるよな。できねえ。絶望だ。ヒーローか。おばあちゃん嘆くだろうな。すごいですね。え、今の問題こんなに早く終わっちゃったんですか。俺のこと。え、あなた。できるわけないだろ。全面降伏戦線に立てたよ。あなたも。私も同じ負け組。そう、君学問できそうじゃない。メガネなんかかけてるし。あ、これ本当は嫌いなんですよね。可愛いんだ本当は。本当に。私七尾小杖。俺五代優作。嬉しいな、私男の子から可愛いなんて言われたの初めて。偶然ですね、五代さんと平坂なんですか。私実相寺なんです、二つ先の。そりゃ男ぐらいいるよな。いません、私男なんか。産むつもりなのかな。何考えてるんですか。座りってどのぐらいでなるの。誰か妊娠してるんですか。座りだもんな。さよなら。あの管理人さん。忘れ物ですか。いや、急に気が変わっちゃった。もうちょっと付き合ってみようかなと思ったりなんかして。五代さんって優しいんですね。どこ行くのかな。どこでもいいです。私綺麗だな。私コンタクトにしようかしら。
管理人さんの後をつけたりして抜け駆けはいけませんよ。その声は四ツ谷です。あなたもつけてたんだ。いえ、私は偶然です。だって変装してるじゃない。これが変装に見えますか。本職なんですか。それが教えてあげません。お先に。おや、これは。あ、ご無沙汰しております。はて、今日でしたかな、総一郎さんの。いえ、命日は4月15日です。今日はちょっとこちらに出向く用事があったもので。それはご苦労様。あら、誰かが仏に手向けてるのじゃろう。今年が三回忌でしたな、ご主人の。ご主人だってよ。あなたまだおとなし家にいらっしゃるの。おとなしのうちは出ましたけど、席はそのままです。ずっと総一郎さんの妻でいたいと思っております。失礼だが、あなたおいくつになられた。21です。21。花なら盛りだ。花じゃありませんから。咲かなかった花ですからね、総一郎さん。呼んだ。なんでやめちゃうんだよ。までしか吹けないんです。本職でしょ。誰が本職だって言いました。趣味なんですか。単なる趣味とは申せません。門付けしてお金もらったりしますから。お金払えば吹いてもらえるんですか。金額にもよりますね。不足なわけ。管理人さんの秘密を立ち聞きできたのは誰のお金なんですか。分かったよ。これから毎日カップラーメンの日々だ。食えればいいんです。食えれば。五代さん。あ、管理人さん、偶然ですね。お墓参りですか。ええ、五代さんも。ええ、あ、ええ、親戚の。そうですか、偶然ですね。同じお寺で背中合わせだなんて。そうですね。知り合い。はあ、一応知り合いというか。変わってますね、今時コムソーダなんて。ええ、変わってるんです、あの人。聞かれてしまいましたね。聞いてたんでしょ、和尚さんとの話。すいません。いいのよ、別に悪いことしてるわけじゃないんだもの。未亡人が悪いなんて法律ありませんものね。はい、でも妊娠は罪だと思いますが。え？管理人の仕事はきついですから、体には特に気をつけてください。ありがとう。どうしたんですか。総一郎さんが。え？金を鳴らしてる。死んだ人が？まだ私の中に生きているから。どうしたんですか？女がてらに屋根の修理してるんだよ。雨漏りの苦情言ったらさ、ビニールシートを屋根に敷いてくるって。
ところどころ腐ってますからね。足でも突っ込んだら。わーっさ。なんじゃあれ。救助隊のつもりです。犯人人さんと二人きりになれるチャンスです。屋根の上でかい。ほとんど野良猫だね。さてと、浪人の部屋で一杯やろうか。素晴らしい考えですね。管理人さん、管理人さん、こんな雨の中を体に触ります。やめてください。僕はやりますから。いや、これは管理人の仕事ですから。工場張らないでください。龍さんでもしたらどうするんですか。龍さん、座りの時期が一番危ないそうじゃないですか。どうして私が妊娠しなくちゃいけないの。近いものも買ってきました。お腹の赤ちゃんに触ります。降りてください。触らないで、バカ。派手にやってるね。お、焼けた。あ、なんか落ちてったみたいですね。お、五代さん、受験なんて。ほんとドラマよ。しかし綺麗だな。すでに関係あり。ありません。五代さん。よう。どうしたんですか、この足。ああ、骨折。うわ、大変。あ、看護婦さん付き添ってるんだ。いや、この人は看護婦みたいなもんです。看護婦さん教室の中までついてこれないでしょ。任せてください。私あとやりますからね。そうですか。じゃあよろしくお願いします。冷たい看護婦ね。行きましょう。はい、ありがとう。四ツ谷さん。おや、管理人さん。五代君は置いてきました、試験場に。ついててあげないんですか。他にいるみたいですから、ついててくれる人。そうですか。よく来るんですか。暇ですから。エタプラウダ。四ツ谷さん、お仕事は何やってると思います。わからないから聞いてるんです。教えてあげません。教えてください。どうしても。入居者の職業を知っとくのは管理人の義務ですから。なるほど。今日は銀行強盗です。真相はあちらで。三つ葉銀行の時計ざらし店に強盗が入ったんです。本当？それがどうも私らしいんです。らしいって。警察がそう言うんです。トレンチコートにソフトボール、アタッシェケースをぶら下げた苦み走った色男。はあ。私に間違いないって職務質問をしたおまわりさんも保証してくれたぐらいで。それで連行されると後が面倒なので逃げ出してここで一服していたわけです。じゃあ警察に追われてるんじゃないですか。そういうことになりますね。気になります。アタッシェケースの中身。気になります。残念ながら見せてあげません。見せてくれないんですか。代わりにいいところへ案内してあげます。どこへ。
東風か。西へ行ってみましょう。どこへ行くんですか？この先に池があるんです。岡倉池。知りません？知りません。沼みたいによどんでいて深いんですよ。嘘みたい。時計坂の近くにこんな古い池があったなんて、なんか怖いみたい。住宅街の裏に落とし穴みたいに口を開いてるでしょ。それで変な感じがするんです。変です。確かに変でも結構魚なんか釣れますから。お魚が釣れるんですか？魚も釣れるし人間も釣れる。女を釣ったことがあります。冗談ですか？本当です。身投げした女の体が針に引っかかって上がってきた。死体で？いや、すぐに人工呼吸して生き返ったんだけど、つきまとうんです私。どうして？恋人に捨てられて、睡眠薬と LSD と何とかいう毒薬をウイスキーで流し込んで身投げした。それで池の底まで沈んだところに私が針を下ろしてしまったという悪い偶然で。でも人助けなさったんでしょ？ああいうの人助けって言うのかな。生き返ったんだけど、なんだか私のことを恋人だと信じちゃってるんです。よみがえって私の顔を見た途端、自分を捨てた男と取り違えてしまったというわけ。困ったもんです。それ以来ずっとその女につきまとわれてるんです。困ったもんです。本当かな？え？四ツ谷さん冗談を好きだから。冗談ね。でも池は現実にあるでしょ？池はあるけど。ごめんください。はい。こちら一国館ですね。はい。4号室の四ツ谷はおりますか？は？上がってよろしいですか？失礼ですけど、お知り合いか何か？釣られた女です、四ツ谷に。四ツ谷さん、今5号室でお酒飲んでて。一気さすが。探したわ。こんなところに隠れていたのね。隠れていたわけじゃありません。ずっとここに住んでいたんです。あんた誰よ？女です、この人の。おっと、面白くなってきたね。まあ、いっぱい。一気バカ。お見事、さすが四ツ谷の女だ。いやり一方的に決めつけないでもらいたい。こうなんです、いつも逃げるんです、この人は。そうなんだよね。
男っていつも逃げるんだよね。一旦釣り上げちゃうとさ。あなたも釣られたんですか。私は釣られたり釣ったりいろいろだけどさ。あなた、私にもう一度死ねとおっしゃるんですか。え、あんた死んだことあんの。はい、この人に捨てられて。四ツ谷、お前が悪い。そうだ、男はみんな悪い。あの、僕も男なんですけど。お前はまだ男じゃないの。そう、ちょっと早い。はい。あの、明美さん。何？お客様。誰？こんばんは。やだ、何しに来たのよ。帰ってよ。もう、もう、もう、まあいいから。入って、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 入って。さ、管理人さんも入って。あ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。お邪魔した。痛い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 よ。店で待ってても今日はお休みだっていうから。いや、盛り上がってますな。どうぞ。おお、豪華。こんないいお客さん粗末にしたらバチが当たるよ。バチ当たってるよ。怪しいな。今日銀行強盗がありましたよね。それが私と何か関係が。Stand up, please. こうしてトレンチコートとソフト帽をかぶるとどことなく私と似ている感じだし、どうも怪しいな。お高いに。Thank you. 変わってますね。この建物も住んでる人も出入りしてる人もみんなどっか変ですね。変な同士、今夜はとことん飲みましょうよ。ちょっと、人の客取らないでよ、素人の癖して。ほら、飲みなさいよ。はい、いただきます。あけみさんに惚れて通ってますがね、顔がいいとか体が欲しいとか言うんじゃないんです。あけみちゃんから顔と体取ったら何が残んのよ。心です。心なんというのかな、救われるわけですね、一緒にいるだけで。嘘ばっか。私のおっぱいベタベタ触ったくせに。私って何なのかしら。四ツ谷なんかのどこがよくて追いかけてるんだろう。お互い悪い相手に惚れたようですね。ねえ。はい。暗いなぁ。想像以上に変な人たちで、私なんだか自信がぐらついてます。宗一郎さん、おはようございます。あ、まだいらっしゃったんですか。はい、夕べはすっかり酔っ払っちゃいまして、明美さんの部屋に泊まったんですか。泊まろうとしたら拒否されまして、それで空き部屋に転がり込んで寝させてもらいました。それでこれ、明美さんの部屋の滞納分なんですけど。よろしいんですか。どうぞ。じゃあ今受け取り書きます。あ、いえ、明美さんに渡しといてください。失礼します。どうも。おはようございます。あ、おはようございます。朝がお早いんですね。はい、お泊まりですか。はい、四ツ谷の部屋に泊まるつもりでしたのに、あの人女立ちしているとかで空いてる部屋で寝させてもらいました。無断でごめんなさいね。これ四ツ谷が貯めてるお部屋代に。じゃあ今受け取り。いりません、四ツ谷に渡しといてください。そのうちまた寄らせていただきます。気をつけて。
おかしな人たちね、総一郎さん。総一郎、総一郎で、こいつ何も怪我できないんだね、うん、ずっと野良犬だったから。野良犬だったのか、こいつ。総一郎さんが拾ってきて、そのまんま居ついちゃったの。源太郎、給食費忘れてるよ。行ってきます。行ってらっしゃい。あんたも変わってるね。死んだ亭主の名前犬につけるなんてさ、あの世で怒ってんじゃないかい、総一郎さん。そうですね、ずっとそばにいてほしかったんです、総一郎さんに。あんたね、評判だよ、犬を亭主にしてる未亡人だって。まさか。そうそう、はい、これ部屋代ね。滞納分も入ってるから後で受け取りちょうだいよ。何よ。いえ、皆さん急に払ってくださるもんで。亭主から金が届いたのよ。一ノ瀬さん、ご主人いらっしゃったんですか。あのね、亭主がいないでどうやって健太郎作んのよ。そっか、一ノ瀬さんご主人いるんだ。はい、一国館です。私、あ、明美さん、浪人どうだった。わかんない。わかんないってどういうことよ。連絡ないんです。電話くれるって約束したのに。電話ないのか。そりゃダメだったんだ。やっぱり五代君、浪人2年生かかもしれないね。桜散るか。まだ散ったって決まったわけじゃないわよ。しかし散るときは一思いに綺麗に散りたいな。もったいぶらずに。あんたそれ私に当てつけてんの。言っとくけど、私あんたにだけは造花の桜だよ。こんばんは、小筋です。はい。65人前でしたね。はい、おいくらですか。切り置くちょうど1万で。はい、毎度どうも、ご苦労様でした。しこしこ。浪人の合格祝いかい。そのつもりだったんですけど。旺盛だね。無駄かもしれませんね。はい、一国館です。私です。ああ、四ツ谷さんですか。私今つけられてまして。は？刑事につけられているんです、例の銀行強盗で。それで迂闊に電話もかけられませんでね。ところで結果どうでした、五代君の。それが連絡がないんです、まだ。なるほど、それは最悪ですな。最悪って？落ちたショックで自殺しちゃったかもしれません。テレビのニュースに気をつけていてくださいね。私もデカを巻いて間もなく帰りますから。
あのね君たち、いくら私の後をつけ回したって何の収穫もありません。別に目的を持って歩いてるわけじゃないんですか。火を貸してくださいませんか。ついでにタバコ。特徴は違うわ。ほら私はこの殿に目がなくてね。赤貝も結構いけるわよ。官人さんにお伺いしますが。何ですか。我々特上のお寿司を振る舞ってくれたのは五代君の合格祝いですか、それとも不合格祝いですか。誰が不合格祝いにお寿司なんか取りますか。うん、なもっともだ。しかしまあかわいそうにね、こんなうまいもん食わずに死んじまうなんてさ。まだ死んだと決まったわけじゃありません。しかし落ちたことには変わりないでしょう。この際生きて帰ればよしとしなければ。いいえ、五代さんは落ちてません。あんたも意地っぱりだね。ひょっとして本気で浪人に惚れてんじゃない。変な誤解しないでください。でもまあ犬を亭主にしてるよりは浪人の方がまだマシだと思うけどね。バウバウ。目が回る。おい四ツ谷。はいはい。お願い、部屋まで連れてって。連れてってあげる代わりにお返しますよ。なんぼでもお貸させるけどね。高くつくよ。銀行強盗やった金全部巻き上げてやるから。皆さんの頭の中にはお金とセックスしかないんですか。あんたそれ以外に何かあるわけ。みんな出てってください。ごちそうさまでした。これ健太郎にね。あ、ごちそうさまでした。おやすみ。早く見なさい。意気地なし。一度や二度大学落ちたかって、それがどうしてんのよ。私なんか高卒だよ。高卒、高卒で、しかもたった半年で寝坊るんだよ。寝坊じゃん。でも頑張ってるでしょ。いい女惚れちゃうわよ。おい五代、お前はね。バカ。ご町内の皆様、私こと五代優作は音無京子さんが好きであります。大好きであります。五代さん。五代、声が小さい。それじゃあ京子さんに聞こえないぞ。よし、京子さん好きじゃ。五代さん、いい加減にしてください。今何時だと思ってるんです。京子さんじゃありませんか。今の聞いてくれました。聞きました。だから大きな声出さないでください。聞いてくれたってよ。前代の告白よかった。やった。聞いただけで聞き届けたわけじゃありません。それより大学はどうだったんですか。
受かりました。僕の受験番号が掲示板にあったんです。おめでとう。ありがとうございます。五代さん、京子さんのおかげです。僕は京子さんなしでは生きていけません。生きられないのであります。生きられないのであります。静かにしてください。お部屋に行きましょう。お部屋に二人で。本当ですか。私の言った意味は。お部屋に行きましょう。二人だけになりましょう。お部屋に行きましょう。五代、五代、俺はお前は帰りだ。二人だけになりましょう。五代さん、お部屋に行きましょう。お部屋に行きましょう。やめて。五代さん、下ろして、下ろして。五代さん、黙って僕についてきてください。あ、四谷さん、開けてください。合格祝いをそういう形で取り行う。結構ですな。ダメ、四谷さん助けて。ここで助けてしまってはドラマになりません。四谷さん、開けます。覗きますよ。ダメ、五代さん。京子さん、本当にダメ。京子さん、京子さん、好きだよ、好きだよ、京子さん、好きだよ、大好きだよ、大好きだよ、大好きだな金でしたね。おはようございます。入ってる。頭痛いっすよ。昨夜はお週ございましたね。ああ、管理人さん怒ってましたよ。え？無理ありません。途中でやめたら女の人は怒ります。ああ、怒る怒る。あ、俺なんかしたんですか。管理人さんの体に聞いてごらんなさい。そう、聞いてごらんなさい。あのまま五代さんが眠らなかったら、私女だな。ダメだ、女ってダメだ。管理人さんに見ろ見ろって迫った。あんたまるで覚えてないんだね。相当しつこかったよ。ダメっしょ、いつもだ。五代さん、おはようございます。あの僕昨日嬉しかったわ。涙がこぼれそうになっちゃって。本当ですか。合格なさったんでしょ、大学。はあ、はあ、お出かけですか。ええ、お見合い。総一郎さんのお父様がずっと勧めててくださって、意地で御家を通してても総一郎は喜ばないよって。それはその通りだと思いますが。お相手は佐口さんといってね、慶応での商社員。私のことを見初めてくださって、未亡人でも構わないって。偽善者じゃないんですか、その人。そうかしら。よく見せて。目開けて。五代さんの顔よく覚えていて、佐口さんと比べてみる。じゃあ行ってきます。おい、お前も俺も捨てられるかもしれないぞ。お客様のお呼び出しを申し上げます。菊池様、田中様
越しくださいませ。